皆さんこんばんは。今日は、主教の外周を覆うマスクみたいなものを工作しようと思いまして、イプシロン 130D の主教を今回初めて外してみたいと思います。3点のプラスネジを緩めて、3つのネジを今外してですね、主教セルをここから取り出そうとしたんですけど、全然ビクともしないんでね、おかしいなと思ってね、かれこれ30分ぐらいずっと格闘してまして、まあ、横サイドはもちろんこう芋ネジ外したりとか、あと、先日紹介したここのネジね、ここも外してみたりとか、もう全然取れないんですよ。おかしいなと思って、で、今、取説をね、読んだんですよね、初めて。で、そしたらですね、終わりの方にね、書いてあった。ここ、主教着脱用ネジ、脱着用ネジっていうのがあって、それをつけて取っ手代わりにするんですって。ということで、買った時についてた、こちらですね。はい、これつけますよ。3箇所にこれをねじ込んで、ほんでこの3つだけじゃなくて、この、先日紹介したこの、3本あるうちの真ん中の M4 のキャップボルト、これも取らなくちゃいけないんですって。ちょっとめんどくさいですよね、これ。クリアランスがないからですね。クリアランス全くなしで作ってるんで、180はね、結構簡単に抜けるんだけど、これは結構めんどくさいな。よし、じゃあちょっと引き抜いてみたいと思います。いきますよ。あ、ちょっと待ってよ、マーキングしなくちゃいけないですよね、これね。マーキング、ちょっとこの黒いメンテを貼ってみましょうか。ここに貼って、あとからね、回転位置がこう再現できるようにね。はい、じゃあ引き抜きますね。よいしょ、硬いな。それでも硬い。動くけどね、硬いですね。これ勢い余って鏡ぶっけちゃわないかな。怖いね。ゆっくりやらないと。おお、抜けた抜けた。びっくりした。はい、こちらがイプシロン130の主教です。そして主教セルです。非常に美しいですね、表面がね。やっぱり新品なだけあって、僕の180と大違いです。もう本当に綺麗です。で、大きさ的にはですね、このまあ厚みといい、ちょうどなんだろう、分厚めのホットケーキみたいな感じですかね。もう手頃な感じです。で、3点のこう爪がね、ありますよね。これとこれとこれと、はい、この爪がですね、どうやら既製造に悪影響、まあ、つまりそういうトゲみたいなものをもたらすということで、これをなんとかしようということで、今回、まあ、このネジを外してですね、で外すと、こういう状態になるんですけど、でこいつはね、取れるんかなと思ったけど取れないみたいなんですよ。はい、なんで、ネジを外して、でこの上に円形でこう覆うようなマスク、まあ、アキシャルサポートリングみたいなね、そういったものをつける。はい、まあ、マスクですね、うん、サポートっていうか直接表面に触れるわけじゃないんで、まあ、円形マスクを作って、で、その、まあ、変なトゲっていうのをなくそうという工作ですね。はい、それをやろうと思ったんですけど、今日はちょっとね、さすがにね、主教を外すので精一杯で時間がなくなっちゃいました。はい、もう深夜になっちゃったんで、はい、とりあえず、まあ、今日はここまでってことで、また次回、続きをですね、はい、皆さんにご披露したいと思います。はい、ということで、ちょっと申し訳ございません。もう一個の工作もありますし、本当に新月間に合うのかなっていう感じなんですけども、まあ、頑張って、取り組んでいきたいと思います。はい、ということで、今日は主教だけを外して主教を拝みましたと、まあ、主教を外すのちょっと大変だよっていうふうにね、感じました。はい、今後もですね、イプシロン130のレビューをですね、ぜひ楽しみにしててください。ということで、今日は以上です。ありがとうございました。